トスンです。この変電所、壁に囲まれた変電所。あ、でも UV ライト実はあんのか。あ、クソだな。じゃあとりあえずこれオープンっていうやつを押しますと、ムービーに入って引きます。おい、お前、この辺にレネゲイドはいそうか。これなんかね、ドロパックみたいなしてるな。ちょっと PS4 で読み込みが遅いからなんですけど、とりあえず人が来ます。レネゲイドって言って敵対勢力、別勢力が来ます。じゃあこんな感じですね。で、戦いが始まるんですよ。で、この時ピースキーパーの人たちは無敵ですね。で、ピースキーパー無敵ですね。無敵であれば、もしかしたら川で溺れることもないのでは、ひょっとしたら。当たり判定はねえのか、しかし。すげえな、一切当たり判定ないじゃん。ずるくね、それは。もう無敵とかそういうレベルじゃねえ。実体がないみたいなんだよ。あれ、もう一人いなかった、上等部。あれ、レネゲイドし、え、何これ、し、え、死んでねえのかこれ。3人中1人死んだよ、おい。いいのかい、1人は無敵じゃないみたい。とりあえずここをなんか感染者とかいっぱい集めたら、こいつら勝手に倒してくれる説とかいろいろ考えたんですけど。お、相手ボラタイルだ。いや、ボラタイルでも勝てませんよ。だってあの兵士当たり判定ないんだもん。すげえな、ボラタイル VS 人間だ。ボラタイル3人になったぞ。おい、これで稼げるやん、一晩中ここに立って。だから一体も倒せない、攻撃力が弱いな。残念だね。なんか、あ、でもちょっとは減ってますね。うぅうぅ、嘘だろ嘘だろ、もうぐちゃぐちゃじゃねえか。ねね、レネゲイドを始末するのマーカーが完全にボラタイルに出てんだよね。レネゲイドじゃねえからこれ。もうレネゲイドだったんだお前。でもピースキーパーと話すってなりますね。ピースキーパーと話すってなりますね。とりあえず、全員全滅させると話して終わりってやつですね。What about you, bud? Who taught you how to fight like that? Name's A. Hey, you guys know? Just passing through. Yeah.川近くにない。わ、意外と近くに川がありますね。川までおびき寄せられるんじゃねえ。え、おお、何の川やねんこれ。あれ、え、え、え、すげえ川だな。逆にでも使えるかもしれん。なんか変な川だ、変な川あった。これ使用かな、バヌかな、使用っぽいな。しゃあねえ、落とすわ。おい、多分死なないでしょ、まだいける。よーし、これでこの伝説の川にちょっと一緒に入ろう。
入れないのか。うわこんなんあれだよね、酸性の液体に手突っ込んで、あ、浮いた人だわこれ。じゃあ降りろ。え、く、水中でもグラップルできるんだ。へえ。ちょっと今ロマンチックな感じになってなかった。ああ。まあまあね、今のは塩だな。浮力ね。浮力でプカーってなったってことね。はいで。ちょっと長えなと思ったけど、ちょっとだけね。もうちょっと恋に落ちそうだったわ、今。いた。無理やわ、その、かわせねえから。水中、俺水中の魚じゃねえから無理やって、そんな早く動けねえから。無理やって。完全にサイコブレイクみたいになってんだよな。サイコパスの倒し方だな、これ。この動画にコメントをいただいたあの番組の名前なんですけど、ヒラリマンもね、あのドラえもんのヒラリマントから来てるんですけど、で、通り抜けフープっていうのもありましたね。ぶっこ抜きワープ。治療の城。いいね。抜き抜き平八郎。通り抜けフープみたい。図書デモドア。抜き抜きドア。とりあえずそういう感じなんですけど、こう、全部、なんかいいとこ取りしてっていうか、なんかね、合体させて、抜き抜きソープじゃ、あ、間違った。抜き抜き、なんだっけ。通り抜けフープだから、抜き抜きフープでどうでしょうか。決してあの、フープのところをソープとかけてるわけではない。